福テレ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、タモガミです。タムジョーです。おはようございます、タモガミです。もうちょっと、なんでこんな後ろ行く。稲穂いや、まだ追いつきます。調理実習で習わなかったですね。熱っ、焦げてる、焦げてる。自分の知らなかった郡山のその一面も改めて知れて、非常に楽しいロケを過ごさせていただいてます。ロケの中で思い出に残ってるものってありますか？そうですね、絵付け体験であったり、郡山の伝統工芸に触れてくれるということで、非常に楽しい体験があった。こういう料理を生の方を初め食べさせてもらったので、もう改めてそういったところが非常に思い出深いです。思い出深いは早いか。タムジョーと申します、よろしくお願いします。やっていきましょう。それでは早速やっていきます。そう、やらないスタイル。やらないんかい。タムジョー負けんな、負けんな。うわー、そういう勝負じゃないんだけど。こういう勝負じゃないよね。郡山来たのはどのぐらいぶりですか？今年の1月に郡山ニューイヤー駅伝に誘ってもらって、それ以来ですよね。1月だいぶ寒かったんですけど、今3月中旬じゃないですか。まさかの雪ということで。3月で雪と思ったんですけど、なんか日常茶飯事だよって言ってたんで、もう次からもっと防寒してこようかなと思ってます。確かにタモガミさんのベッチコートと比べると、タモガミさんパーカー、そうですね、パーカーなんですけど、そうですね、もっとなんかベンチコードとかいろいろ5枚ぐらい着といた方が良かったなとちょっと思ってるんですけれども、僕実は高校生の時に知り合って、そこからまあ大学を得て、今の活動も一緒になんか練習してくださったりとか動画に出てくださって、本当に高校3年生のインターハイの宿舎で、なんか突然写真一緒に撮ってくださいみたいな感じでタムジョーに話しかけられて、懐かしい、なんだこいつはと思ってたんですけど、まあ卒業してからも YouTube やるけど、まあ陸上界で知られていたんで、まあその後こうやって関わってきて、たくさんのイベントだったりこういった機会をいただいて、本当になんか面白いですね。楽しいですね、一緒にやってて。ちなみに今日鯉料理を食べたと、はい、それは どっち？いや、すごい想像してたよりもめちゃめちゃ美味しくて、脂も乗ってて、今度池にいる鯉とかなんか捕まえたいなと思うぐらいちょっと良かったなと思って。ダメですか？ダメっぽいですね。ああ、ダメですか？多分ダメだと思います。じゃあその鯉食べたくなったら郡山に来る感じでいきます。タモ君&タムジョーのチャレンジ郡山、郡山市役所の公式 YouTube チャンネルで絶賛公開中です。